白玉粉。白玉粉。これで足りるかな。これで足りるよね。あれ？どこいたかな。あら？ここに。はい。はい。まだ、あの、あれだ。小豆は溶かしてから、炊ける間に、これは練るんですよ。ここまでが火を暇やる。固まっとるの、足して出そうか。よいしょ。何様出しておか、それ入れていく。どのくらいでいく。勝ちや。出しておくとよかった。よし、よくし。よし。あ、ちょいちょいちょい。あ、たあたあた。お、人差し指、まだ取らんで。出しとけんかったよ。よしよしよし、これ。ちょっと待って、まだ硬い。はいはい。出た出た。優勝、優勝。多すぎだし、小豆がいっぱい入ってる方が美味しかった。これで黒板溶かせばやわくなるよ、たぶん。あ、そう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 。ほら、やわくなってきた。ほんとね、味やる。うん、うん。うん、通った。見てた。よしよし。よし、こしこでうまい。ちょっと溶けてけよ。なんか鼻。きちゃう。なんか鼻もじゃもじゃしてきた。花粉じゃない？あ？花粉症。昨日畑であれしてきた。今花粉症が流行ってるらしい。本当？じゃあ花粉症になったことない。今切れ洗ってきた。ダメです。ちょっと水入れすぎてこれやもなってたよな。タッチの差だ。もうやもなったでしょ。ちょっとでもアニダンスにしたらやわらない。街とちっちゃか。白と白で分からんね。いいじゃん。ちょっと黒砂糖入れて。パプリコはちょっとここにふわっと振りかけてやらん。ベタベタする。はいはいはい。しやすかった。複雑ばちょっと入れて半分ぐらい入れて。まだ入れる。で塩ちょこっと入れる。団子多すぎたかな。団子ちゃん入れようか。溶けた小豆入れよう入れよう。大体ちょっと湯がいたからよかったよかったよ。ちょっと湯がくてよかった。すぐ煮えるけ。すぐ煮える。団子よし。何人分ってなるね。多すぎるよね。明日にて取っとこうか。どのくらいだよ。辛さに取ってみる。塩も入れな。塩入れんと砂糖が効かん。甘数ばっかじゃ砂糖が効かん。多すぎるかな。入れよ入れよ。みんな入れよ。ちょっと太かったから。もう満員なんだ。満員御礼になっちゃった。うち満員御礼。塩ちょっと入れなくちゃ甘気が目立たん。塩入れな。ただ甘かろうか。よし、ちょこっと入れた。外側の団子が溶けるとだからガタになるけど、そろっと混ぜとって。あ、ちょうどよくぐらいなっとね。え、私はちょうどよく。私はあんまり待ちたら甘かろうがいいけど、くだりいっぱい入れようか。ザラメの方が味よか。白砂糖よか。ザラメがグラニュー糖のくだりいっぱい、大さじ1杯です。よし、白団子が上に浮いてきたら出来上がり。おお、浮いてきたよ。キラなんか食べたの。寝てたか中まで。小豆はない。溶けてしまって。小豆、ブクブクな、粒あんが。出た出た、小豆が出てきた。粒々の小豆がなくなっちゃった。なくなっちゃった。よし。あ、煮えたら白玉粉。これ、蜂蜜も入れていいか。蜂蜜？はい、じゃあ、蜂蜜とかね。鼻水入れて。水飲まんとか、詰まらせる。これが水飲んだ。